万博工事超法規的措置を自民会合で発言、産業規制の除外求める。自民党の大阪関西万博推進本部本部長二階俊博元幹事長打倒加藤本部で開かれた。この日の推進本部では2025年開催の万博のパビリオン建設が遅れている問題が取り上げられた。万博パビリオンの建設を時間外労働の上限規制の対象外とするよう求める意見が自民議員から上がった。同様の要望は主催する日本国際博覧会協会、万博協会も政府に求め、建設業界などから批判を浴びた経緯がある。推進本部事務局長の松川るい、エクセルリ参院議員は会合後、非常事態であるから産業時間規制についても必要であれば取っ払うということも考えるべきだという意見は多かったと説明した。政府側は検討を否定したというとのことです。ここからは掲示板の反応です。自分たちが額に汗して土木工事手伝えば良いんじゃないですかね。法律違反したいと自民党が大勢だ。メンツ眉間ごときに超法規的措置とかバカだろ。国民の命という大義名分がある時のもんだろ。それ法を超えても一味やお友達に税金を還流するチャンスは守り抜け。通した法案を軽く見すぎ。草パソナが残業代で潤います。アホな政治やジジイどもを24時間現場で働かせましょう。日本からブラック企業がなくならないわけだ。よっぽど儲かるんだろうな。銭亡者どもめ、最初から分かってることなのにどこが非常事態だよ。草まあ超法規的に開催中止だな。公文書の破棄、隠蔽、偽造、解散が当たり前の国に順法意識なんてありません。作る方も仕事とはいえ誰からも拒絶されてるもんを懸命に作らなきゃいけない辛さ。日給月給週休1日の非常識な業界を改善しようとしてる時にこんな発言が出るとは議員の実名だせ。移民と増税自民の印、24時間働あけますか。過労死出たら死んで詫びるんだぞ政治家ども。万博で早速贈収賄が出ているってさ。東京オリンピックと同じことをやってるな。終わるまで逮捕しないんじゃなく先に捕まえろよ。橋本と松井は逃亡済み、吉村は安倍総理のせいにし始めた。そういえば五輪の工事でも人死んでたよね。厚労省さんだんまり。無能なのは二階と鎌塚を当選させた国民だ。松川るいで草。こんな声が会議で多くありました。手無邪気に会見で答えちゃう松川るいもこれがやべえことだと認識できてない同類。フランスを楽しんだ奴に言われても、こいつら時間外労働を前提とした計画は計画ではないって常識を知らないのか。チャンスのはずの建設業界に敬遠されてる時点で、受ける建設業者がないんだから閉会式までに着工すらできんが、日本の凋落ポンコツっぷりを世界に示す良い機会だな。あれ、このお祭りは中止になったんじゃないの。まだやるってダダをこねてるじいさんがいるの。東京五輪の悪夢再び。すでに笑い物ですけど追加評価のめんな。またのお越しをお待ちしています。ではでは。